鈴鹿ひき山祭りは毎年7月最終日曜日に石川県鈴市放流町牛しの海岸で開催される引きイベント。1958年まで牛しの海岸で引かれていたでか引きを再現し、牛しから見つけ島までの砂浜約 2km を引き出す。前日の土曜日には前夜祭りが行われる。NPO 法人の鈴き保存会が建造し、 保存している。牛間では昭和30年代初頭まで南黒丸、中宇島、草原の3地区が3基のデカ引山を、三つ島から草原の間の沿田が広がる砂浜を引き回していた。しかし砂浜の侵食が進んだため1958年に五岸堤防を建設したことによってデカ引山を引けなくなった。そこで牛間の合地区が、 新たに小型の引山を建造し道路を引き回すこととなった。これが現在まで続く牛島の引山祭りであるが、その後デカ引山が引かれることはなかった。2008年に入り、旧黒マルチ内にて1958年当時のコマが見つかったことを受け、奥野との伝統芸能の継承のため、デカ引山の復活と保存また地域振興を目的に、 NPO 法人鈴か引山保存会を設立。このコマの大きさと、これまでに残る写真から大きさを割り出し、約50年ぶりに、カ引山一揆を再建し砂浜を引き回した。その後2010年から正式に、鈴か引山祭りというイベント名が付けられ今日まで継続されている。祭り当日は、一般観光客が砂浜で引くことができる。2015年までは、 毎年10月第2日曜日に行われていた。デカ引山は宇島海岸、三つけ島を望む場所に建てられている、鈴デカ引山展示場に展示されている。なお、見学は国民宿舎のトロソをもしくは、三つけ茶屋に連絡する必要がある。2010年度2008年10月11日に、実施された鈴デカ引山お披露目会終盤に、引山の辛抱が折れた。 ありがとうございます。